どうも、まほろです。今回はコカリにガラスの靴、これをやっていきたいと思います。これは何かというと、四角形と三角形のパーツ、あとは曲がるジョイントパーツをつないで無限の形を作る、そういうパズルゲーム、ブロックゲーム、そんな感じですね。アイデア次第で何でも作れるみたいです。つなぎ方と外し方があって、それが基本的なものみたいですね。対象年齢は8歳以上で、今回作るガラスの靴は時間はまあ60分ってなってますんで、1時間でできるのかな。パーツはこれ原寸大、この大きさみたいですね。で、作り方の説明書も入ってるみたいです。ではやっていきたいと思います。
完成です。ふう、思った以上に大変だった。だいたい時間は1時間15分ぐらいですね。一応60分ってなってるんで、まあ最初だったからちょっと時間かかりましたけど、だいたい1時間ぐらいでできる作業なのかなとは思いました。あとはこれ全く使ってないやつがあるんですけど、これ何なんだろうね。使い忘れっていうわけではないんですけど、なんでしょうね。まあいいか。一応パーツの予備として何個か余るようになってるみたいですね。でこんな感じですね。ガラスの靴、ちょっと形がいびつなんであれなんですけど、しっかりとやっとけば立ちますね。これもインテリアとして大きさもそこまで大きくないんで良さそうですね。玄関とか飾っておいても綺麗な感じに見えますね。